エチリンマイを科学する。待て、ワンちゃんになんで待ての練習をするの？我が家で急に話題になりました。ワンちゃんに聞いてもわからないから自分たちで考えてみました。ちょ、待てよ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 。賢いワンちゃんのように待てができません。特に食欲だけを追い求める設定です。アメリカの映画監督がこの世の中で最も醜い人間の概念を形にしました。ちょ待てよ。ちょ待てよ。さて、日本で一人前といえば、残念ながらうずたくではなく、キムタクこと木村拓哉さんです。彼はキムタクブランドを守るために、なんと15時以降は絶対ご飯を食べないストイックで尊い生き方をなさっています。まさに、おい、ちょっと待てよ、と自問自答しながら自分を形作るために日々微調整されているはずです。まとめるとこうなります。ちょ待てよ。を細かくしながら調整していく。何より思考停止を避けた微調整が積極的なトライ&エラーをする上で微調自考の際の手助けになってくれます。まさに一人前になるには必須の考え方です。誰でも簡単にゾンビにならず楽しみを生み出していく人間になる方法をワンちゃんの待てから学びました。終わり。チャンネル登録と高評価いつもありがとうございます。赤い涙飲み干した記憶全部流して心乾くまで、あなただらけの日常をゼロに忘れがたぐらい覚えてる。ちょっと待って、優しい人の背中は氷のように冷たい。そばにいれば嫌いになれたかもしれない。叶わないほど囚われ